なんかその豊かな人ほど平等とかを求めちゃうじゃないですか社会正義とか、うん、でも社会正義とか平等って世の中にないよねっていうのを知らないとそれが成立してないことに怒りを覚えたりするじゃないですか、うん、社会の理不尽なことに対して怒りを覚えて社会を変えようとする人たちってそれはそれでそういう人たちのエネルギーも大事だし良いことだと思うんですけど うん、そういうことに怒りを感じてしまってエネルギーを使ってしまっても大体報われないじゃないですかそうですねだから社会を変えてくれるからそういう人たちはありがたいと思うのですが自分の身内にそういう人がいたらいやその先幸せになるのは難しいぞって気がしちゃうんですよねうん確かにじゃあそういう人にアドバイスするんだったら何て言うんですかすげえ金持ちになってから余力でやれ <laughs> <laughs> お金持ちになれっていう指示って難しくないですか社会正義をなんとかしようとして自分の身,身なり経済的なものを削ってでストレスが溜まっていってその人が立ち行かなくなるっていう他人を助けるためにはまず自分自身が自立していて独立していて他人の助けがいらないよねなので自分のリソースその資源なり時間なり自由に使えるよねってなって。 た方が継続的にできると思うんですよね。なるほど。